皆さんこんばんは。ガイルチャンネルリターンズでございます。いやー久しぶりですね。3ヶ月ぶり、丸々1シーズン休みましたね。確か最後にね、収録配信したのが11月とかそれぐらいだったと思うのでね、丸々1シーズン、GR86 のね新車レースとか結構いろいろ見逃してるんですけど、さあこのね、シーズン2ですね、2023シーズン2から再びですね、まあ、徐々に復活していきたいかなと、はい、思う今日この頃です。さあそして今日はね、マウントパパさんの主催の練習会ですね。月曜練習会フォーミュラフォード1600行ってみましょう。さあガイル選手予選6番手ですね。前の前にはスキップアワーでも早かったアレックス・マッケラーさんですね。その前に、ショーダさんですね。その前にヒカルさんで、さらにマウントさんと、永井さんが、ね、先頭を走っている。おお、このショーダさんも、ね、いつもの、なんかスピットファイヤーっぽいカラーリングですから、おお、ちょちょちょ。さあこれどうだ、ここは微妙追突を避けるためにインが入ってますけど、さあこれ2台ともスピード落ちた。さあ後ろから1台やってくる。右側にいますね。右側にいるのが新一さんですね。おお怖い。さあ今日がね3ヶ月ぶりの収録なので、ちょっとね音声バランスとかね、おー危ない危ない、収録の音量バランスとか調整がねちょっと日数かかるところあるかもしれませんけど、はい、徐々に詰めていきたいと思いますので、皆様温かく見守りください。見守りたい。さあだいぶ離されましたね。前方行くのが新一さん、後ろから正志さんですね。その後ろに幹事さん、その後ろに智弘さんと、いやもうスキップバーバーでねおなじみの面々が参加してますね。でこのね、月曜日の練習会、もう永井さん中心にスキップバーバーから、まあ、そろそろフォーミュラフォード1600もう移っていく時期ではないかと、ね、スキップバーバーだいぶねオフィシャルレースかそってるらしいんですよね。まあ、だいぶねエントリー向けカテゴリーが増えたっていうこともあって、かそり気味だった時にこのフォーミュラフォードですよ。このねおーっと新一さんがオーバーラン。さあここはオーバーテイクしていきましょう。やっぱねなんといってもこのアイルトン・セナもね、フォーミュラフォードから始めた。しかもねこの彼のねフォーミュラフォード1600デビュー戦がブランズ8だったんでね、もうまさにこのねアイルトンセナ追体験なわけですよ、ね、でデビュー戦、80年か81年か、フォーミュラもうちょっと前かな、フォーミュラフォード初デビューは5位だったみたいですよね、アイルトンセナ選手。まあ、ただねもうその年のデビューイヤーの後半はね結構勝ちまくって、もうさすがね天才は違うなっていうのはね思い知ったわけですけど、で翌年からはフォーミュラフォード2000というカテゴリーに、ね、ステップアップしてまた勝ちまくってね F1 までの街道まっしぐら、それをね同じ体験をできるフォーミュラフォード1600、うん、ね、日本人、ね、アイレーサーとしてはここは FGA1600 でしょうと思ったんですけど、まあ、国際規格のねフォーミュラフォードになってしまう。ここおーっと危ない危ない危ないオーバーラン、ね、国際規格企画フォーミュラフォード1600、これは致し方ないところ。まあでもなんか似たような、すいません FJ 乗ったことないんですけど似たような感じはしますよね。やっぱねスキップバーバーに比べて、おお難しい難しい、やっぱねウイングがスキップバーバーは曲がりなりにもねウイングついてたんですけど、このね FJ 元いフォーミュラフォードこれはねウイングがついてないんで結構ねドリフトしますよね。あ後ろ新一さんが脱落していきました、うん、でそうタイヤもねスリックではなくてラジアルなんですよね。まあどうなんでしょうね、 S タイヤっぽい
あの感触、結構ねフォーミュラ B のタイヤに近い感触ですね。で、まあ、タイヤモデルがねやっぱ最新のモデルなのでだいぶこう納得感があるというかね、あの感触はいいですよね。で車の動きもねあのいい、うん、あの FJ1600 って多分こんな感じなんだろうなって非常に納得感のある動きをしますね。ただねスキップバーワンに比べると難しいですし、あのそういう意味ではねあの楽しさって操る楽しさ、レースをする楽しさはスキップバーワンの方がね初心者向けだったんだろうなと思うんですけど、ちょっとねこの FJ1600 もといフォーミュラフォード、これはね結構ねストイックにこう腕を上げていく、もう本当にこう学習教材といいますか、まあ、実車のフォーミュ FJ に乗りたいみたいなドライバーも含めてこのストイックにねレベルアップをしていきたい、そういうドライバーに向いてるんじゃないかなと。でやっぱねスキップおーそうこのね、うん、荷重をね、フロント荷重間違えるともう簡単にリアが出てしまうみたいな、結構ね早く走らせるための引き出しはねいろいろ持ってないとなかなかこうフルに引き出すのは、性能を引き出すのは難しいんじゃないかなっていう、ね、車両になってますね。さあレースは4周目、合計13周なんですけど、前にね、正田さんいますね。で正田さんはねタイヤが温まる前に捕まえてしまわないと、温まってくるとね早いんですよね。逆に冷えてるうちはね結構あのしょうもないミスとかをねするタイプのドライバーなんで、なんとかねこのミスをね誘いたいんですけど、あまりにも遠い、これはねちょっとじわじわと詰めていくしかないですね。まあで、ガイル選手がこのね、フォーミュラフォードでどれぐらい戦えるのかっていうのは不安だったんですけど、まあ予選6番手つけられたので、うん、まあまずまずなんとかなるんじゃないかなと、まあ、オフィシャルレースでもあわよくば優勝が狙えるんじゃないかなっていうポジションかなというふうには思いますね。そうあのね予選6番手と好位置につけられたのが、あのこのレースはフィックスドではなくて、セットアップありのレースだったので、あのただね、そうそうあの途中からブランズハッチセットアップっていうのが標準でね、アイレーシングの標準で用意されてることは分かったんですけど、気がつかずに今もまだずっとベースラインのセットアップのまま走っています。どうもフォーミュラフォードのカテゴリーって2種類あるらしくて、フィックスドの本当に入門用の12分レースっていう、カテゴリーと、あとセットアップありの20分レース、まあ、本格的なスキップバーバーに取って変わるようなそういったレースの2種類がね用意されてて、これは1種類でええやんと思ったんですけどね、こういうふうにねオフィシャルレースね、コースがいくらたくさんあってもいいんですけど、オフィシャルレースをね乱立させるとかそるっていうのはね、そこをねアイレーシング運営はもう少し考えていただきたい、うん、ということで、ね、今一生懸命プッシュしてますけど、このね正田さん 1.5 秒差、だいぶねこのフォーミュラフォードの走らせ方分かってきた感じがしますね。意外とねこうアクセルで曲げるっていうのはできるので、こう一旦アクセルを抜いてもう一回踏み直してね、リアをグッとこう軽くスライドさせながらでも横方向を踏ん張るみたいなね、うん、意外とこのアクセル踏み直しでこう姿勢を作るっていうのは使える なと、あとなんといってもこのフォーミュラフォードはねこうフロントでつんのめった状態で進入していくと簡単にリアが出てスピンしてしまいますから、そういう意味ではね MX5 とか86みたいな FR マシンとはやっぱ違って、もう曲がりなりにもこのねミドシップのフォーミュラカーの動きをしますよね。でこのね、まあ、リアが出てこうスピンモードに入りそうになったところをなんとか腕で食い止めるっていうですね、そういう技も、引き出しとしてね持っていた方がいいですね。さあ近づいてきましたよ。いやいいですよね、このアイルトンセナもまたカノマンちゃん、ナイジェルマンセルもやっぱりねフォーメロフォードブランズハッチから始めたわけですよ。これをね、うん、やっぱりねこれですよね。おーっとっとっ
アイレーシング始めたてでさあフォーミュラー乗るぜってんスキップバーバーってなんだっていう風にねやっぱ多くの人は思うわけですよ。やっぱね日本人だとここは FGA1600 でしょうと。でそれに代わる車両がねようやく10年越しに用意されたっていうのはね喜ばしい状況ですね。まあこのね FGA 何回間違えれば気が済むんでしょう。フォーミュラフォードですね、フォーミュラフォード乗りこなせればここから F4 にステップアップしたの行くのはもう簡単です。スキップバーバーからね F4 に行くのはちょっとやっぱ違う車種っていう印象があったんですけど、このねもう FGA でいいやこの FGA からはね、FGA から F4 はもう延長線上にありますね。まあ、逆にね車の操作はある意味 F4 の方がミスった今翔太さんミスりましたね。これはチャンス、スリップチャンス。FJ よりも F4 の方がねある意味簡単ですね。ダウンフォースはしっかり効いててそんなにねタイヤもズルズルこんなね FJ みたいに滑るっていうものではないのでですね、多分 F4 よりもこの FJ の方が難しい。まあ、逆にねやっぱこの FJ でみっちり練習してね腕前を鍛えればもう F4 だろうがね F3 だろうが怖いもんないですよ。まあ、F3 はねまた F4 とちょっと違ってて結構タイヤが滑るんだけどダウンフォースも強いっていうのがあるんですけど、まあ、スピードレンジが高い、高いだけと言っていいのか、スピードレンジが高くて荒くれ者が、ね、たくさんいる。これが F3 の特徴だと思うんですけど、やっぱねこの FJ はいいですね。ただこの後ろにしばらくついて走ってるんですけどそんなにねスキップバーバーほどスリップストリーム効く感じしないですね。ですので、腕前があればもうポールスタートでどんどんちぎっていくっていうのは可能なんではないでしょうか。スキップはねなかなかスリップストリームかなり効く方なので、独走でちぎっていくっていうのは難しかったんですけど、また今膨らみましたね。よしこれチャンスオーバーテイクチャンス、おっしゃいただきました。さあこれで5番手に上がりましたね。前4台いますね。おそらくトップが永井さんで2番手がアレックス・マッケラさん、3番手がヒカルさん、4番手がマウントさんと。さあここはひろゆきさんをちぎっていきたいところ。さあこれは後から見返してみないとわからないんですけど結構ねまだ録画環境のセットアップがうまくいってなくて2、3分に1回ぐらいね高周波ノイズが乗るっていう状況でガイレ選手収録しておりますけどこれが録画にも乗るのかどうかちょっとわからないですね。後で聞き返してみましょう。意外と耳元のヘッドホンだとキーキーうるさい音が鳴っていたりします。さあこれねYouTube にアップロードするとどうなるでしょうね。さあおっと危ない、今みたいにねこうやっぱリアが出そうになるのを抑え込む、そういうねスピンモードにならないようにやっぱ基本的にまっすぐのところでブレーキングしてでステアリングを切り始めるっていう風にねした方がいいんでしょうけどね、なかなかこう、気持ちが荒ぶってくるとついついね同時にブレーキングしながらステアリングとか操作してしまいがちになりますよね。さあ、今みたいにこうアクセルをね何回かこう入れたり戻したりっていうのができるのが楽しい動きではありますよね。理想的には一発で決めればいいんでしょうけどああいうのがねなんかこう、フォーミュラカーっぽくていいなというふうに思ったりします。さあ前の4台に追いつきたいんですけどなかなかやっぱ早いですね。さあ後ろの
ひろゆきさんとは2秒ほど差、じわりと広げてはいっているんですが、今シーズンね、この、FJ1600 を中心に86レースも、ね、出てみたいですよね、あとは F4、F3 で結構ね、今シーズンの後半はニュルブルクリンクで開催のレースがね結構あるので、そちらにもそう、目玉として USF2000 でニュルブルクリンクを3周走るっていうレースがありましたね。あれは試しに乗ってみましたけど、面白い組み合わせでしたね。USF2000 がポリッと12分か15分、オーバーラン、これは、これ永井さんですね。さあこれで一気に縮まるか。前が、アレックスさんですね。アレックスさんがもう一度順位を戻してあげたと。すげえな、アレックスさん、これアイレーティング 8K ってすごいですね。これはすごい、うおー、すげえ、 8K すごい。いつの間にガイレ選手が 3,4 ヶ月お休みしていた間にこんなにアイレーティングを稼いでいるとは。これはすごい。8K はね、険しいですよ、この道のりは。これはすごい。で結構ね、アレックスさんは、スキップバーバーでも、モサの集まる高い SOF の、ね、中に、ガンガン飛び込んでいって、バトルして勝ち取るっていうですね、あんまりこう弱い者いじめタイプではないというかね、しっかりバトルしてこの 8K を到達してるんで、これはすごいですね。いやー、ね、ガイル選手 6.6K なんですけど、7000もねなかなか遠い。おー、なんかごちゃっとしている。おーっと、そして押し出された。あ、永井さんが押し出された。さあ、永井さん交代してますね。このね、FJ の、アームですかね、アームでいいんですかね、プッシュロットじゃないですよね、多分このね、細いアームがね、壊れやすいんですよ、特にね、おっと、脱落していった、これはヒカルさんが脱落。さあ、レーサー残り2周、簡単に、アームが曲がりやすいんでですね、注意ですね。練習してた時に縁石かなんか結構ドカーンって乗るとですね、簡単に曲がってしまうんでですね、オレンジポールになってしまうので、これはね注意ですね。さあ、そうこうしているうちに後ろからまたひろゆきさんが迫ってきましたね。 1.5 秒差。さあ、これだけ前方のアレックスさんとは1秒ないぐらいなんですけど、これでもやっぱり、ね、そこまでスリップ効かない感じですね。さんのフロントカールになんか文字書いてありますけど、なんかマウントとか書いてるんですかね。ちょっとここからだと読み取れないです。さあ、なんかちょっと微妙ね、やめておきましょう。おお、危ない。やっぱこうやって見てみると、
スキップバーバーよりもね、ホイールベース横幅が広い感じしますよね。タイヤの細さはそんなに変わんないかな、もしくはスキップバーバーよりもタイヤ細いかもなっていうぐらいなんですけど、やっぱ車格はスキップバーバーよりもちょいと幅広いかなと。でも重量は変わんないんですよね。おーっと危ない危ない危ない、ちょいオーバースピード。これもオーバースピードですね。さあこれファイナルアップですね。危ない危ない、今ちょっとまたぎすぎた。あんましやりすぎるとねペナルティー食らうんで、今のセーフです、セーフ。危ない危ない、ちょっとね最終ラップファイナルアップロス多かったですね。これは追いつけない。さあそしてフィニッシュ、アレックスさんが優勝で2番手がマウントさんですね。お疲れ様でした。とても楽しかった、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、というわけでオープニングラップからお別れしていきましょう。面白かった。なかなか、結構ねやっぱ脱落する人が多いので、そこだけねやっぱ最後までステディーに行くっていうのはね大事なのかなと思いますけど、はい、まだねガイル選手のカラーリング暫定ですね。また今回もですねヒマレーシング極みさんにですねピレル020カラーのオマージュしたペイントをですね、お願いしたいなと思ってますけど、今なんか忙しいらしくてですね、椎名さんが、はい、なので出来上がってくるのは4月ぐらいになりそうかなと、はい、いうことで、それまではなんとなく白黒カラーの、はい、こちらのペイントをトレーディングペイントでいただいてきました。やっぱスキップバーバーよりもなんかこうなんかねフォーミュラっぽい、ある意味かっこいいね車両かなと思いますね。やっぱねフォーミュラ B がね登場した当初は期待したんですけど、ちょっとね動きがトリッキーすぎて、ちょっと入門フォーミュラとは違うかなっていうね悲しみをみんな味わったんでですね、このFGA1600 の登場は非常に喜ばしいことかなと思いますね。はい、もうね訂正するのは諦めたぐらい間違えてますけど、本当はね FGA じゃなくてフォーミュラフォードですよと、はい、いうことで、またね今シーズンから配信、していきたいなと思いますので、よろしければチャンネル登録や高評価低評価ボタン押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。